ちゃん取りました。体感がついた気がする、前より。今日ママ見とる、ほんとに。あれはリンゴ食べてるんですけど、あのキウイなかったなんかね、フルーツの盛り合わせみたいなのを買ってきてくださったんですけどね。石川さん、こんにちは。キウイなかった入ってなかった。そう、今日クマさんね、また食べる。お腹すいたもん。そうです。こんばんは、うん、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パイナッツプル、ルビー、ビンゴ、ゴリラ、冬恋、落花生、イチジク、車、マントヒヒ、ヒヒダルバ。何やろ急にしりとり始まった。いや、夜ご飯はちゃんと食べますよ。今日は赤から鍋なんです。うまは前が夜ご飯リンゴで食べるわけないでしょ。ヒヒダルマってポケモンにおるの？おんねん。おるみたい。テレワークで体の持ってるか体感しなんか体感ね。マイティある？これできる体感。ほんまに体感も筋トレもできへんで、うん、体感なしこちゃんやから。何のうなずき？ダンスできてるからあるってこと。え、でもな、うん、体感ないねん。多分よく見たら分かると思う。だってアンジュとかはめっちゃ分かるやん、見てても。分かる分かる。ないねんなお前、うん、もうほんと全然ない。今のはあばらと何々。雪国を通過してから、ありがとうございます、わざわざ来てくれて。お誕生日だから。こんばんは。え、お誕生日おめでとう。みんなもゴルフうまいんだよ。お疲れ様。フロム東京、東京に変わってる。お疲れ様です。スイングが切れてる。ありがとう。ボンモネ、ボンモネ揺れてる。おへそか。おへそはいいの。これさ、ボンモネ地蔵のスケッチブック。え、おへそ面白かった。これさ、携帯揺れたら前も一緒に揺れたらさ、まっすぐなるんじゃん。こんばんは。うん、ふん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 。この次に寝られて試しちゃう。おへそ、こんばんは。ってことで書道をしていきたいと思います。でデーン、半紙。これはツルツルの方で書くんですよね。半紙。よし。60。嬉しい。こんばんは。じゃあそろそろ終わろうかな。墨汁がない。墨汁あるある、多分向こうかな。あ、さっきアーモンさんいってらっしゃったな。全然コメント読めてないんですけど、よーことちゃん呼び頑張ります。ことちゃん、ことちゃま。あ、テレビリーさん、クマありがとうございます。あのね、じゃクマヘアしたよ。 TikTok の動画でおへそ載せたかもしれない。こんばんはさ、今日めっちゃ寒いよね。雪降ってるんかな今。今からご飯。あ、ご飯何食べるの。あ、川内さん、ランチって。スノードームありがとうございます。こんばんは。うん、お家で赤から鍋ができるんで、お家で赤から鍋します。ちょっと墨汁を取ってくるので、どうしようかな。はい、ありがとう。なんか分身
分身。え、ちょっと皆さん、雪やっぱ降ってる。一瞬待っててください。ゆななんです。いただき行ってきた。卓上のゆななアバター率のすごい。いや、それな、お待たせ。ありがとうございます。修辞します。これじゃあさ、書いてるとこ見えた方がいいんかな。無理やん。もう大学は休みに突入しました。月曜日。ちょっともうコメント手で触るじゃなくて自動的なやつに任せますね。うん、いいよ。ファリーさん、クマありがとうございます。じゃあ何グラのやつします。何グラ何グラ。こんばんは。こんばんは、初見さん。え、俺来季飛ばしちゃった。ナイポヨピーナッツのやつやん。こんばんは。やべ、牧獣がなくなってきた。そう、今日黒の服着てるからちょうどいいですね。え、そうやね。お前さんの地蔵、なんか遠くから見たらさ、ちょっと若にゃに見て、あ、地蔵やと思って。そして桃根さんだってよく見て。あ、前リンゴアレルギーかも。そうや、忘れてた。なんかリンゴ食べたらね、耳が痒くなるんです。でも痒い痒い。そう、でも食べちゃう。え、ちょっとやめとき。え、全然な。いや、たまたまなんかな。そういうのあるよね、多分なんか。あるあるある。やめとき。今乗った。今ちょっと痛いの。アレルギーなんかな。アレルギーじゃないかも。こんばんは。スケート見てるの。お、いいたくん、雪だるま、結果ありがとう。じゃあ公園楽しかったです。ありがとうございます、来てくれて。書くことはもうね、決まってるんですけど、筆がダメだこれ。でしょ、筆が固まってる。こんにちは。え、そっか、何ぐらいから何書いてもいいってわけじゃないんですか。うん、だって目標はやって、あ、来年の抱負みたい。なるほど。来年の抱負。こんばんは。習字習ってました。おるよね、習字習ってる方。前も選択科目習字でした。ここ？中学かな。中学で選択科目に。なんかあったんやな、音楽とか選ぶ。ね、つまり横に入ってました。あ、ありがとうございます。みなさんの髪型。もう私結構真面目に。真面目に考えたんで行きます。これさ、おるのなしかな、半紙。え、おるのなしかな。私いつも折ってたんです、バランス悪いから。クマヘア可愛かった。あとは選択科目で音楽と書道とかなんかあったんですけど、今はなぜか書道を選んだ。お、まきちゃんプレゼントありがとう。お疲れ様です。あやさん、雪の研修ありがとう。一回病院行った方がいい。で、濡れたやつ使ってよかったっけ。あかんよね、たぶん。なんていうん、筆洗うやん。洗って、次乾燥したやつそのまま使うみたいな感じですね。たぶんやけど。たぶんやけど。本当に？ちょっとね、結構やったことあります。マイティの彼女感が好きすぎておしまいになりそうです。テレテレ。その斜めの斜線おもろい。あ、若ぽんさんのってなんて読むやろ。なんか羊みたいなやつ。私は2文字なんで
じゃあ折ります。これツルツルの方にね書くんで。意気込みしてない、母さんラブレターありがとう。自分の名前書くのが一番難しい。本当に筆の方が得意やったかもしれない。なんか可愛いね、ありがとう。折ってこれで伸ばすんですよ、この分身でね。よし、本気で書きますね。じゃあ今回は、今年は、去年はなんか意味わからんこと書いたんだよ私。では行きます。やばい、え、雪降ってる。何県何県、ほなバイバイ。ちゃん、え、待って、じまこんばんは。いや、いけるいけるいける、まだ行けます。皆さんガチ本気です。母さん疲れありがとう。今日も絶好調。本当に、よし、じゃあランキングもね。え、こんなんしやったっけ。マミさん、ありがとう。え、待って、漢字合ってるか分からなくなっちゃった。どうしよう。ユニはピペロさん、合ってる、合ってるかな。ユニはいや、合ってる合ってる、知らんけど。本当によく良かった、ありがとう。あ、ひじきって書くんや。コロワン、ありがとう、コロワン。見てくる？待ってるね。母さん、OK、ありがとう、母さん。嬉しい。おめでとうございます。あ、これ二度書き赤いな。母さん、8位はキョロちゃん。見直してパターンよね。キョロちゃん大好きでちゅ。キョロちゃん、ありがとう。一発勝負でいこうと思ってます。大好きマン。誰？みんな名前変わるから分からんくなる。ちょっとちょっと待って、6位ゆうちゃん、もうキョロちゃんのさ、写真貼ってるやん。ちょっともう恥ずかしい、ね、フルネームやったっけ。マイティとかでいいのかな。5位は泉さん、泉さん、ありがとう。劇場のやつってさ、名前どっちでしたっけ。皆さんに聞くっていう。ありがとう、ひよぴょん、かっそりサプライズありがとね。二度付きあかんよね。二度付きじゃ、二度書きあかんよね。確か修士って。エリミ、エリミ、ありがとう。動画も嬉しかったよ。ありがとう。に、はしーさん、今日もめっちゃ嬉しい。ありがとう、はしーさん。どっちにしよう。感謝。今ね、名前は二つで迷ってます。ありがとう。ヤーガ45さん、プレゼントありがとう。そしてチーラチチ、もう今日はありがとうございます。フルネームふざけたあかん名前って。嬉しい、ラチチ、ありがとう。あかんがな、名前ふざけたら。ちゃんと足までかけた、ちょっとふざけたいけど。ありがとう、これからも食べ物の MC たくさんしたいと思います、うん、ありがとう。パチパチありがとう。え、綺麗じやんな、うん、めっちゃ綺麗、バランスめっちゃいい。本気出しちゃった。今日ありがとう、ありがとう。ボケた方が良かったかな。こちらこそ嬉しかったフルネーム、ありがとうね。まるまる山まいちゃんにしたいねんな。ラムさんの一言、トラコになりたい山まいちゃんか、トラヤママイちゃん、トラヤマ。え、じゃあ今年トラ年やからちょうどよくないですか。トラ、トラ、トラヤママイちゃん、近重さん通らへんかな。え、これ名前ボケていいっけ。いいんじゃない、いいじゃないかな。真剣なさ、調べてあげる。あ、調べて、あの今までのさ、あの先輩の劇場のあれ、トラヤママイちゃんってガチでさ、初めて劇場来た方にトラヤ、あ、近重さん、近重さん、こうやって劇場に貼りますよね、うん、これって名前ボケていいですか。でもちょっとなんか平山マイの方がいいですか。あ、あ、で、して、うん、平山マイですって。じゃあ名前はちゃんと書きます。
後で筆洗うから。トラス、え、トラス、けどコトさんボケてる。コトちゃんのことにしてる。ポコポンさんも。え？わあ、どうしよう。あちひろさんも。いや、ちょっと。こんばんは。めっちゃちょっとだけボケました。いや、ボケでもないけど。やっぱり適当だったな、近重さん。そうやな、近重さん。でもあれが近重さんやから。けど近重さん、ゆなに怖いんですよ。そうなん？そうですよ。近重さん怖い？ううん、怖くない。ゆなめっちゃ怖いもん。え？近重さん怖いんやって。このように近重さん怖い言ってる人は多分ゆなぐらい。ありがとうございました。今日は見てくれて。喋り方ってこと？うん、怖いのに。お疲れ様でした、ありがとう。ティー、皆さんできましたよ。ありがとうございます。手汚れたけど。おやすみピン。すいません、ちょっと全然コメントは待たないんですけど、ごめんなさい。またね。では行きます。ちょっと寒いよ、やだ。でもシャツ着てないけど必要やっぱりさ。またね、おやすみ、バイバイ。ありがとう。2022年の年号はバイバイ。多分違うな。菅さんのさ、うんうん、令和の発表の仕方どんなんやったっけ。全然覚えてない。ちょっとってけど、ちょっとさ、裏返す前にちょっとチラ見えしたやつな。なんでそんな覚えてる。多忙です。まあこれにはいろんな意味があるんですけど、多忙になりたいっていう。最初、え、字間違ってる？え、ま、合ってるやんな。最初、めっちゃいい。え、トラコ、うん、漢字にしようと思ったんです、トラコって。でも、そのトラコも含めて多忙になりたいっていう。そう、いろんなお仕事に挑戦したいっていう意味を込めて。あ、マイティーかっこトラコって書いたかんかな。いいこと考えた。いいこと考えちゃった。かっこトラ、あ、はい、皆さんいいのできた、いいのできました。ででーん、T かっこトラコ。どう、よくない、カッコつき。どうどうどう、いいって言う、いいって言ってくれるのはもうこの場でショールーム終わってやる。もうもういいって言ってくれへんかったらもうショールームぶち切りします。皆さん、可愛い顔して。いいって言って、お願いお願い、いいって言って、みんな、おい、てんてんてんすな。てんてん、なんか言わされてる感あるけど、みんな。いい？いいかな。脅し。ほんまに？みんないいと思ってる？じゃあこれで停止します。よし。ということでリンゴ食べます。
今日ね黒の服着てるから白飛びすごいんですあ、やべちょっとそろそろ終わらないとちょっとね、ことさんとやることがあるんですじゃあ、歯痛くて大きい口食べれへんねん今あ、ちょっと待ってもう終わりじゃあ私アイス食べる食べましょうなんかね近重サンタさんがアイスをいっぱい買ってきてくれてるんですいつもそこと邪魔あめっちゃ眺めながらアイス食べようでももう終わろうと思ってましたココハンがアイス食べますこれも食べるかうんふふん、キャラメルキャラメル大好き誰のうんバイバイ、ひらやまんひらやまんひらやまんすごいすごい誰のゆかがねえ、紫なんだアンジュかと思ったうんあの金を名前をアイコンにしてからマジあのマイスリーピーオーの確かに金のなんかをアイコンにしたら運良さそうですよねなんで普通に文字で書いたら手で書いたんだ手で漕ぎました多忙になりたいってことはいちゃんとラッコラッコトラッコえ、わかんないですかやっぱりあーえ、わかりますうんあ、じゃあよかったそれもしますうん、あ、どうぞここにピックとかやばい、場所いや私もこっちね映らないようにどっちにも映らないようにしたいやばい半顔ことちゃんですよ今少年のと TikTok 半顔だった半紙を使えなきゃジャイアントコーンですかキャラメルごめんごめんじゃあこのリンゴ食べたらあれしますコメント読みあ、違うランキング読みますね皆さんなんか私食べながらショールームしたら喋れないんだよ。耳は大丈夫ですか？映ってて。うん。耳出演。ちょっと隣にTikTokerがいる。何見たの？ひなくん、うん、何撮るのって何の曲あれ誰のやつうんうん今から考えるあ考えるとこがあるかひなが今買っていくとこ撮るらしいみたい言ってくれてる2人が新芽の時とても映えてましたってぼっこうかな
あ、確かに。あ、ウィンクの銃弾も。なんかさ、家変わっても熊だ。景色変わってない。あの、僕はじゃウィンクの銃弾の2位あるじゃないですか。あの、正義とかさんの。あ、こうなんかパッて客観的に見たら、あ、クマだったよって。あんだけカッコつけた。カッコつけたクマ。ちょっと笑えそうになりました。かもかった。クマさ、結構下手に偏りがち。おもろい。いいですね、おそれの髪。また広げ。なんかもし、なんか分からんくなった人とかもいそうですよね。どっちがマイクですか。絶対分かるでしょ。え、分かるかな。卵じゃないです。リンゴさん。何の生誕祭のアーカイブも。ん？何の生誕祭のアーカイブがもう終わっちゃうそうです。今全然喋らんかったけど、なんとか行きました。じゃあナングラはこれで提出します。マイ箱トラコ多忙多忙。今日の書類も全然喋ってないけど大丈夫ですか皆さん。一回なんかずっと無言ショールームとかやってみたいです。夜中にラーメン、はい、多分今日は、いや今日は食べへんかも、もしかしたら明日顔パンパンになるから。いつもか。毎日のトーク好きかよ。ほんまに？え、ちょっと待って、もう無言やで。無言でもう顔で喋るわじゃん。そう。コメントで笑わせたら、勝ちです。にらめっこに、ショールームにらめっこしたい。こんばんは。赤から鍋で十分。そう、赤から鍋で十分って思うでしょ？前もそう思うね。でも、12時とかになったらお腹すいちゃう。じゃあランキングを読みたいと思います。かわいい。うん、かわいい。去年から思った。来てたの。あ、確かに去年から。うん、かわいいと思った。ではランキングを読みたいと思います。13位、ゆうちゃん平山麻衣が彼女だった大好きさん。ありがとうございます。あの映像好きですか？めっちゃ面白かった。全然できてない料理とか。手羽先がチキンとかね。あと何やろ。え、台本？台本です。台本じゃなくても多分無理でした私。あと手羽先綺麗に剥けるとか言いながら全然剥けてないんです。その時見てたわ多分。あ、ほんまですか？まあ不器用な彼女です。そして12位、2番目のともさん、ありがとうございます。で11位、しんちゃんさんでいいかな、ありがとうございます。10位、富士さん、ありがとうございます。で9位、高政さん、ありがとうございます。8位、しろちゃん、ありがとうございます。ありがとう、今日も来てくれて。7位、すぎぞうさん、ありがとうございます。
じゃ6位カワンチュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日も5位ホリーさん、ありがとうございます。めっちゃめっちゃ白飛びしてる。黒着てるからやですよね、やっぱ。そして4位テルブリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして3位マキちゃん、ありがとうありがとうマキちゃん。おめっちゃキャラメルの匂いマキちゃんありがとう。んで2位六角さん、六角さんありがとうございます。三角さんじゃないんや、六角さんか。で1位ゆいたくん、ありがとうございます。今日もあれよろあ、ひるか、ひるありがとう、来てくれて。左バッターの顔ありがとうございます。皆さん良いお年を。早い、ちょっと早すぎた。え、当たってる三角当たってる六角さんマイティ好き好き、ありがとう。皆さんじゃあ良いお年を多分29日とかもするけど、年越し配信できるかな、今年ちょっとね微妙なんですけど、できたらやりますので見て、バイバーイ。